バルデマー4世はデンマークの国王。前々王クリストファ2世の息子にあたる。1397年にカルーマル同盟を成立させたことで有名なマルグレーテの父。1332年から1340年までの空位時代を経て、1340年にバルデマー4世がデンマーク王に即位した。当時のデンマークは、 多大な債務などによって国力が大きく衰退しており、事実上の領土が極めて限られたものになっていた。バルデマー4世はエストニアをドイツ騎士団に売却して得た資金で担保とされていた領土を買収し直し、税制改革による財政再建や軍の強化を成し遂げ、さらには巧みな外交戦略なども通じて国力を回復させ、アッテルダークと称された。 彼の知性はヨーロッパ全体にペストの猛威が荒れ狂った時期であり、多くの貴族がペストの犠牲となって無種の土地が増えたことも横領拡大に貢献することとなった。1346年にデンマーク領エストニアをドイツ騎士団へ売却し、ドイツ騎士団国領となった。急激なデンマーク王権の強化は、 スウェーデンやハンザ同盟などのカンバルト海勢力から強く警戒されることになった。スウェーデン、ハンザ同盟、スレースビ、ホルシュタイン、メクレンブルクなどがハンデンマーク同盟を結成したため、1370年にデンマークはその苦境から脱するために、ハンザ同盟に対して特権を与えるという不利な条件では僕した。とはいえ、このシュトラルズントでの講和で、 デンマークの領土が失われたわけではなかった。バルデマー4世の時代にデンマークは失地回復を果たして躍進を遂げることとなったのである。1375年55歳で死去した。彼には息子がいなかったため娘のインゲボー、マルグレーテのどちらかの息子が王位を継ぐことになった。ここで巧みな政治手腕で息子オーロフに王位を継承させたのが 事実上の女王とみなされるマルグレーテであった。1340年、シュレースビヒコエーリック2世の娘ヘルビヒと結婚。3人の子を設けた。ありがとうございます。